やってみてどうでしたか？ちょっと緊張しました。でもボール上手に蹴ったね。はい、練習しましたか？先生どうでしたか、森田君の今日のキックは。教えてる通りやってくれましたので、はい、成功したと思います。はい、どうぞ皆さん、はい、大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。この時間は皆様に古代行事の再現万葉蹴鞠をご覧いただきました。万葉蹴鞠の解説は NPO 法人奈良21世紀フォーラム幹事で奈良県サッカー協会元会長の福島茂弘さん、そしてゲストに元サッカー日本代表の柳本博重さんをお迎えしてお届けいたしました。メンバーの皆様もありがとうございました。どうぞ改めて大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは退場していただきましょう。ご覧いただきました皆様ありがとうございました。